皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、ついにやってまいりました。はい、やってまいりました。アベンタドールウルティメ、はい、ロードスター。もう究極系のやつが、そうですね、最終。これ飯村さんとの付き合い20年じゃないですか。はい、これまさかなんかアベンタの最終系、ランボのなんかすっごい節目の車をなんか一緒に紹介、動画撮って紹介する日が来るとは思いもよらなかった。そうですね、そうですね。もう世界的にハイブリッドになっちゃうからね。そうなんですね。この後が全部ハイブリッドということで、来年期間の最初の車、はい、もう世界的にめちゃくちゃ注目されてる車なんですよ。はい、でまず台数が少ない、はい、普通のクーペが350台、はい、ロードスターが250台、はい、今回なんとその少ない方のロードスターということです。これ買える人がいるんすね。そう、でもこの前何気にあのうちのピットこう2台ともウルティメロードスター、ウルティメロードスターだったんで、ブログで見てびっくりした。ちょっとやばい、びっくりました。やばいよね、もうほんとひっくり返って、これめちゃめちゃ旬な車で、はい、レアな車が今回ご紹介させていただきます、はい、でまず毎度のことなんですけども、はい、ちょっとオーナー様について触れたいんですけども、はい、やっぱりたくさん持ってる。めちゃめちゃたくさん持ってます。やっぱり、はい、なんかもう想像通りという形で、めちゃめちゃたくさん持ってますし、めちゃめちゃ入れ替わりが早いです。あ、そうなんですか。もう毎回行くたびに車が違います。じゃあランボルギーニも何台も所有されてた。もちろん SVJ もあったし、 SV もあったし、 S もあったし、だ結構な台数をこう買ってってないと、もちろんこうオファーが来ない車。そうですね、もちろんことっすよね。はい、はい、でこのタイミングなんで、多分ものすごく早いタイミングでの納車、ね、結構 SNS とか僕細かくチェックしてますけど、まだなんか納車されたとかって。そう、まだね、聞かない車、ね、うん、でも価格も価格なんですけど、はい、素で乗る方がいらっしゃらない、はい、というわけで、はい、まあ、もう個体ごとにスペシャルな部分、アドベルソナムでいろいろオーダーもできるみたいなんで、ちょっとその辺と、あとは今回あの車の紹介はいろんなその、はい、自動車評論家の方とか、車系 YouTuber の方がいろいろ紹介してると思うんで、今回この車、この車改造屋さんと言っても過言でない、はい、ボンド名古屋が、はい、ボンド名古屋視点でこの車をちょっと見ていきたいなと思います、はい、でまず色をこれ普通のソリッドのホワイトかと思ったら全然違うんですね。そう、むちゃくちゃメタリックが、そのなんかね、見える位置によってなのか、そのメタリックの粒子がめちゃくちゃ多い。室内だとメタリックが見えない、ね、外に出すと、このなんすかね、もうメタリックですよね、ガラスフレークみたいな。そうそう、めちゃくちゃ細かい、もう外に出すと 目がシュパシュパしちゃうぐらい、そう、なんかもうキラキラの白なんですよね。で基本的にこの色に関しては日本では1台、まあこれから増えてくるかもしれないけども、今現時点では1台しか存在しないという話になってます。これがなんかビアンコペーペーメーペーメーペーペーメーなんかペーミーペーミーまあ、まあ、イタリア語、はい、英語、はい、かわかんないですけど、はい、ちょっと発音が難しいんですけど、はい、なんかペーメーっていうのがそのイタリアのなんかその神話に出てくる女神かなんからしいねをモチーフにしてる色みたい、はい、だからとにかく外装が動画だとほぼ伝わらないと思うんですけど、うん、見たことない白、そう、少しだけ青みがかってるんですかね。そう、青みがかってます。でこれオーナー様がじゃあこの色になってくるということで、そうです、新車の時に注文してこの色になって、はい、であと外装的なものでいくと、はい、これいろんなレビューにも書いてありましたけど、うん、なんか S と SVJ がこうくっついた感じの、そう、デザイン、顔は基本的には S、 ただここのラインを見てもらうと、ここが黒でこうマスキングで塗り分けてるんだよね。あ、ここツートンなんてるんですね。そうだ、ここがカクってこうラインを作ってる感じ。はあ、こっちもだ、本来ここにはラインがないところに、まあ、メーカーの方でラインを作ってる感じ。なるほど。で塗り分けをされてる。これ新しいっすね。ね、なかなかチャレンジなことをメーカーやるなみたいな。そしてこれシルバーのアクセントが入ってるんですかね。ペイントで入ってます。なんで段差がないです。これペイントなんですね。びっくりしました。詳しくその辺紹介してるのがあんまりなかったんで、どうなんだろうと思って実写見たら、なんとペイントということで、これもじゃあ塗り分けでやってるんですね。はい、でこれも日本に入ってきて広報車かなんかは、マットのボディカラーで赤のアクセントだったんで、これ全部選べるんですよね。選べる。で今回こんなスペシャルな車なのに、
なんかそういう目立つ色って一切入れてないんですよ。そうね、基本的には白とシルバーとカーボンみたいな、全部モノトーンということで、うんうん、あの赤とか黄色もスペシャルだったら入れやすいじゃないですか。だから多分候補者も赤のアクセント入って、内装も赤使ってると思うんですよ。これ入れないこのセンスもすごくないですか。やっぱりそのね、何台も買っているということがこういうのを物語っているんじゃないかなと思います。というわけで外装はもうこの白と黒とシルバーでモノトーンで、で、まあ、バンパーがその S に近い形のそうね、で、うん、まあ、ダクトとかもない、ない割とこう前回りだけ見ると、うん、いい意味ですよ、うん、普通というか、そう、すっきりしてるね。ウルティメがもうそもそもなんか最後とか最終とか究極のっていう意味なんですよ、ね、だからもうなんかランボの流れでいくと、うん、もっとなんかこうごっつごつのが出てくると思ってたんですよ、うんうんうん、そしたら意外や意外前はすっきりしてるという、はい、ただ細かいところ見ていくとカーボンが対応されてたり、はい、純正で、はい、これ純正なんですね。はい、全部純正のカーボンパーツがついてます。あの仕事ないですね。そうなの仕事でノビテックでここのなんかこのヒゲみたいなところにかぶせるカーボンパーツがあるんだけど、それお客さんまあがなんかつけるつけないみたいな話になった時に線消えちゃいますねみたいな。ああ、そう、線また入れればいいんじゃない、線また入れるかみたいなじゃあ一応あの何か仕様をやろうと思えば、うん、できそうな感じではある。そう、あのなんか形がね、顔は S に近いので、その車外のノビテックみたいなこうはめ込んでいく純正にアドオンのパーツ、そうそう、カーボンパーツはつくと思います。なるほど、うん、まあ、なんせ世界に250台しかないからなので、うんうん、どこまで需要があるか分からないですけど、ノビテックもまだウルティメ用 そのモデルっていうのは選べないようになっちゃってるん でこれからだと思う。なるほど、じゃあ今既存の商品でもいくつか付けられそうなパーツある。ただもう付けなくてももうカーボンパーツめちゃくちゃ付いてるんで、そう、もともとね、はい、まあ、この辺の十分じゃないかなと思います。でピラーなんかもカーボンなんですね、はい、そうです、オプションでカーボンピラーに。あ、これオプションなんですか。もちろんオプションです。はい、でもここ黒くなってるともう全体的に車が低く見える。そうね、で車がすごいベタベタに見えるという、うんうん、こんな感じで、でそのまま行くとこっち、あのロードスターなんで当然取り外しができる、はい、ルーフですけども、こっちマットなんですか。そう、1個前に乗られてた SVJ がボディカラー黒でカーボンでグロスで仕上げた。あ、全部グロスだったの。そう、もともとそのオーナーさんが乗ってた車、はい、でそれだとまあなんか面白みがないと。あー、でロードスターでここの部分だけ色が変えられるのってロードスターだけじゃない、はい、なんで今回はここだけなんかわざとマットにしてみた。あ、そうなんですか。そうそうそう、あえてここマットにしてるんですか。そうそうそう、別のパーツだぞっていうことな。そう、なんかロードスターでしかできない。はー、クーペだと絶対一緒になっちゃうんで。いや、なんで別にしたのかなと思ったんですよ。選べないのかなと。そう、僕も聞いたのだから、はい、これなんか選べなくてここだけグロスじゃないのかなと思って。確かにグロスだとテカテカするっていうのもありますし、ね、うん、まあ、あとは取り外せば全然違う表情になるので。そうそうそう、ね、まあ、この辺は遊び心であえて変えてある、はい、あえて変えてある。これできないですね、なかなかねなかなかできない。僕はこれは注文できないです、はい、こんな感じに、はい、であとはこの辺のダクトもカーボンが付いたりとか、はい、まあ、カーボンが対応されている。そして今回カスタム紹介ということで、はい、あの正直に白状しますね。あの朝見ていや、びっくりしたわ、はい、朝見て、あのなんでノーマルのウルティメを紹介するのかなと思ってしまいました。ドン引きですよ。すいません、私は、はいはい、こちらがなんと、はい、社外のタイホイールに変わっているということで、はい、ノビテックです。ホイールの方がノビテックの、はい、NL4 フォージド、はい、こちらになっていると、はい、これでもあの、まあ、そういうこともあるよねって言ってもらえると思いますめっちゃ似てないですか、だってもともと NL4 が SVJ デザインなんですよね、はい、まあまあまあそうですね。これ SVJ と同じデザインのホイール入ってるということで、はいはい、あのスポークが1本少ない、はい、まあ、外周でいうとこう Y 字になってるんで、まあ、2本少なくなってるっていう、はい、穴が6個か7個の違い、はい、めっちゃ似てますよめっちゃ似てる。でまさかだって、はい、そんなにめちゃめちゃ似てるホイールに変えないと思うじゃないですか、はい、そう、はい、意外とあのいらっしゃいますよ。
伸びていく、はい、SVJ のあのデザインからですか。 SVJ のデザインからはあんまり少ないかな。ですよね、うん、S とか の, あのマルチスポークのフィーンからじゃあせっかくなんで SVJ っぽい NL4 にしましょうっていう話だったらまだ分かるんですよ、うん、で SVJ とかウルティメからこのホイールに変えるっていう方は、はい、あの僕の記憶にはほぼないです。まあまあ確かにそうかもしれないね。でしかも色も全然こう遊んでないというか分、はい、かります、はい、言わなきゃ分かんない。そうなんですよ、うん、だから普通だったらいや変えましたっていう、はい、ブラシドとか、はい、ポリッシュとかにするじゃないですか、はい、しないんですね。しないです、はい、これはもうそういう意図で。いやもう超贅沢な感じですね。あもうしかもタイヤも新品に変えてるんです。は同じ銘柄で同じサイズなわけです。同じサイズです。コルサーを4本新品取ってますはい、今回のために。贅沢すぎてもう僕には理解が追いつかない。ちょっとね、はい、飛び抜けてる。僕だったらせっかくタイホイールを社外に変えてお金払うんだったら、うん、もう変えた感があるやつ、はいはいはい、もしくはちょっとこう、まあ、どうだ変えてんどうっていう感じじゃないですけど、うん、まあ、多少こう色味がね違うと、ね、誰が見てもあ変えたんだねって分かるようにするんですけど、今回なんとこの半ツヤ、はい、サテンブラックですの黒になってる、はい、でサイズも全く一緒。一緒です。でタイヤの銘柄だけ変わってる。一緒です。一緒です。分かる。あ一緒。銘柄も一緒なんですか。一緒です。分かりませんもこれになってる。ただもうこれだったら、はい、もう多分個性的だよねとかっていう意見も多分ないと思う、うん、まあないないない。だからこれがやっぱチューナーなの。だそこでしょ。チューナーブランドだからこれなんだよね。だからそのブランドがなければただの似たホイールになっちゃうじゃん。確かに。でもやっぱり伸びていく、例えばまあブラバスとかマンソリーとか、まあ、そのチューナーブランドだからこそできることだよね。あ確かにそうっす。だからそのドイツ行って改造する人はいないけどコンプリとか乗ってる人はいますよ、はいはいはい、でそこがやっぱり真髄というか、うん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 、一本のこうなんかコンセプトっていうか、うんうん、やっぱ今回の車に関しても最新の車でロードスターでウルティメでホイール変えましたけど変えました感がないっていうね。あこれ本当になんかディーラーさんにこう乗ってっても多分分かんないかもしれない、ね、パッと見ても分かんないですよね、うんうん、だそれもうポリッシュのホイールとかにしちゃったら、うん、うわタイヤホイール変えた車来たってなると思うんですけど、これ多分思わないぐらい。思わない思わない。そのぐらい自然に、うん、だから逆に言うとなんで変えたのかなっていうぐらいですけど、うん、これはちょっと常人には真似ができないですね。そうそうそう。だからそういうものを選べる目を持っていらっしゃるっていうのがオーナーさんの像かなっていう。だ本当に何台も乗り継いでないと、うん、ここにたどり着かないんじゃないかなっていう。そう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 。これだからあとは純正結構貴重じゃないですか、うん、あのデザインって基本的に SVJ と、うん、まあ、ウルティメということですよね、はい、だから純正のタイヤホイール取っていくっていう意味合いもあるのかな。ありますあります、はい、なんでこちらになってる。で当然デズルなんかも、はい、これさっき聞いてびっくりしたんですけど、うん、アベンタって全部こうシリーズいろいろありますけど、うん、ホイールのフィットメントって一緒なんですね、はい、一緒です、はい、じゃあ逆に言うとこれ S とか SV でも履けます。このまま履けちゃうということで、はいはい、これじゃあ他のシリーズにも流用しても良さそうですね。そうね。だからその今回もウルティメ用はないけどだから SVJ 用でホイールを頼んでるんで。なるほど、はい、でもうバッチリというそうオフセット指定ができないので、で、まあ、今回の車ちょっと車高を下げているんですけども、まあ、ご自宅の駐車環境上ちょっとあんまりこう大幅には車高が下げられないので少しこうジェントルな感じで高めのセッティングにはなってるんですけど、オフセット指定ができないので、まあ、ベタベタにしちゃうともうどん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 入っていっちゃうんでね。確かにこれぐらいが雰囲気いいかなと。まあ、名古屋店にしては割とマイルド気味の車高ですけれども、はいはい、なんか確かに改造車感が少ないし、うん、デズラもこうキャンバーがつきすぎてないんで、うん、ちょうどいい感じ。そうすごくこう大人っぽい感じで、先ほど話に出たそのローダウンなんですけど、ローダウンもウルティメでも問題なくできます。問題なくできます。パーツどうですか見た感じ。同じです。あ同じなんです。同じです。まあ、セッティングは違うかもしれないけど、そうね、構造自体は一緒なんで、一緒、うん、まあ、ローダウンもできちゃう。はい、車が少ないんで、あ、そうなんだ、できるんだ、じゃあ、このからって言ったら、多分あんまりいらっしゃらないまあまあまあ、そただ、こう普通にベーンって下げちゃうとね、マグネティックライドが効きすぎちゃって、すごい乗り心地悪くなっちゃうんで、あ、なるほど、そこの調整は、まあ、今までの SVJ とかと同じようにしてあげないと、ダンパーが強すぎちゃうんで、なるほど、まあ、その辺は SVJ もたくさん触らせていただいた名古屋店なんで、はい、いろいろノウハウがあると思いますので、はい、お気軽にご相談いただければ、そしてキャリパーなんかも全部色が選べるじゃないですか。はい、
これも色入れないんですね。そう、シルバーね。はい、なんかもう最近ボンドボディですごくキャリパーペイント、うん、カラフルな色が結構ご用命いただいてるみたいな、うん、はい、入れないという入れ、はい、シルバーです。ここもだから車の全体のそのコンセプトというか、そうね、だから本当にそのシックな感じで、もう本当に純正って言われたら純正みたいな感じの仕上がりになってます。こんな感じになってます、はい。そしてあとはサイドとかはかなりこう SVJ のデザインを踏襲した。そう、サイドスカートなんかは SVJ と同じようなデザインですね。同じですよね、これ。そう、前側が立ち上がっててね。そしてこの大型のダクトだったりこの辺も、はい、でもこの辺も全部ツートンになってますね。そうです、ここも全部塗り分けたって、こっちも塗り分けたいます。これマスキングっすね。そう、マスキングの跡が思いっきり。そうなの。でこの辺もじゃあ SVJ 用のパーツがおそらくいけるんじゃないかなと、つくと思います。適合確認がなんかしてないんであれですけど、うん、まあ、見た感じ一緒なんで、うん、伸びていくからこの辺のパーツとか出てますけど、出てます。だここの車にそれが必要なのかどうかちょっと分かんないですけど、そうね、まあ、求める方はそういったこともできる、うん、使わないこともないと。はい、この味。そしてリアも同じく、はい、そしてリアもちょうどいい感じになってますね、はい。でリアも当然ローダウンしてあって、はい、リアはあのプッシュロットの、はい、アームで下げる感じです。あれも全く一緒というか。はい、一緒です。セッティングも一緒なんですかね。セッティングも一緒です。なるほど。はい、じゃあその辺が、はい、あれなんですよね。普通の足回りの構造と違って、ここに触が、ね、横向いてるついてるんですよね。うん、でそれを押すこう棒の長さを変えることによって車高がローダウンするという。はい、あの詳しくない方はこいつ何言ってんだっていうあの詳しくはそういう商品があるんで見ていただける、はい。この辺なんかもできる。であとはこの辺なんかが SVJ と。そう、ボネットピンみたいにはなってないけど、ちゃんとダンパーついてるけど、デザインは SVJ と同じようなデザイン。あ、なるほど、うん、じゃあこれ専用のってことになるんですかね。そう、だから普通にこう S とかと同じようにカチャンって開く。ちょっと開けてみていいですか、今。どうぞ。 SVJ ってなんかこうフード取るのにもう一大イベントじゃないですか。そう、一人じゃちょっとしんどいよね。それがこうパカッと開く。はい、これエンジンすごいっすね。あ、エンジンルーム全部カーボンです。これオプションなんですか。オプションだと思います。はい、あのでも分かんないですよいや、オプションです。この X パイプもオプションなので。あ、カーボン。そうなんですか、このカーボンのやつも。はい、もうカーボンだらけじゃないですか。カーボンだらけです。で当然エンジンの方は SVJ ベースの10馬力アップでしたっけ。そうです。名前の通り780なんで780馬力。はい、はあもうはあしか出てこないですじゃあ続いてリアに回ってきまして、はい、リアもなんかちょうど SVJ と S が合体した感じ。そう、もうなんかリア羽なしの SVJ みたいな、ね、マフラーの出口がね。ディフューザーなんかはほぼ一緒、ね、うん、ほぼ一緒だと思います。なんかこうマフラーをつけるとこの辺の整流が甘くなっちゃうんで、あ、上にある説を見ました。あ、なるほどね。だからこうマフラーが下にないことでこの辺の、まあ、はい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 、はい、確かに確かに。でこの辺も全部塗り分けてるんですよね。そうです。これもうチューナーとかこう社外がやるやつじゃないですか。そう、これ。そうそうそう、だから段差が全くないっていう。ディフューザーの確かにそうなんですよね。ちょっと触っちゃいますけど、クリアとこの塗装面の段差がないんですよ。ない。だから全部研いでなくしてるという。でこんな大型のディフューザーがついてる。はい。そしてあとはマフラーはこれ SVJ と全く一緒っぽい。おそらく今回見させていただいた感じだと、キャタキャタバックともにSVJ と同じだと思います。なかなか車検とかその辺の問題があるんで、うん、まあ、その辺は要相談ということで、はいはい、まあ、なかなか対応のものはないんですけれども、まあ、その辺がいけるんじゃないかということで。そうですね、はいはい、この辺は一緒かなと。でウィングがないと。ないです。めっちゃ意外じゃないですか。それは個人的には結構この羽なしですっきりしてるのすごくいいなっていう。でもなんか一般的にはやっぱ羽がある方がいいっていうね。だからこれ集大成だから本当にボーンってこう派手なので来るかと思いきや、うんうん、逆ね、割とこうすっきりしちゃってよく見ないとわからない、うんうん、だからこの今回の組み合わせってめっちゃ合ってると思う。そうね、そうね、うん、あえてもちろん派手にするっていう選択もあると思うんですけど、うん、もうランボルギーニの方で最後の集大成がこう割とシンプルでエレガントな方に来たんで、もうなんか色もそういうさらっとね、さらっとアクセントの色もほぼ入れないでこのトーンに仕上げたのか、はい、こんな感じの仕様になってます。はい。じゃあ続いて内装、はい、今回あのカスタマイズ一切、はい、してない部分なんですけど、はい、まあ、後からは何もしてないです。貴重な車なんで、はい、中めっちゃかっこいいじゃないですか。中、そう、まあ、中も基本的にこうシルバーと黒と色入れないんですね。っていう形で仕上げてあって、シートのセンターの Y 字の部分がアドペルソナムでシルバーになっていると。はあ。
で外側のこうレザーの部分も同じ色のレザーで、そうでステッチも一切色を入れない、はい、シルバーで入ってます。でこの矢をイメージしてるんでしたっけ、 Y 字のこのところのアクセントというか、うん、抜いてあるのが全部レーザーで抜いてあるやつ、はい、これが至る所に入ってる、そう至る所にドアパネ、ドアの内張りから、ダッシュから、それがウルティメ、もう一台たまたま先日預かってたウルティメも同じようなこうアクセントで、まあ、あの内装の色味は違うんですけど、で内装もメーターフードだったりだとかセンターのコンソールだったりしっかりカーボンも入ってて、でこれ内装あれなんですね、スペシャルモデルだけどちゃんとこうフロアマットが引いてあったりとか、そうだからそういう部分でなんか SVJ との住み分けだよね、うん、SVJ ってどちらかともレーシングというかこうスパルタンな方向に振ってフロアもあの向き出しでとかね、はいはい、今回のそのウルティメに関しては羽もないし、こうメーカー的にどちらかというとエレガントな方向に振ってるんじゃないか、だからドアもちゃんと全部レザー張りなんですね。そうね、内張りも SVJ のそのアドペルソナムのメニューでできるかどうかわかんないですけど、うん、ちゃんとこのウルティメは標準でレザーとかアルカンターラの、うん、これいいっすね、これだからいいとこ取りなね、そうっすね、感じパワーは SVJ よりあるけど、はい、見た目は主張しないみたいな、確かに全部細かく見ていくとなんか集大成、これ納得な感じっすね、しますね、うんうんうん、でもスパルタンの欲しい方はあの、まあ、前期だった SV とか、そうね、はい、後期だった SVJ 買ってくださいねっていう、うん、こんな感じの内装になっております。じゃあ最後になりますけれども、はい、こんなスペシャルな車でも、はい、なんか触り方があるんですね。まあもちろんそのね、今回みたいにすごくこう純正風な、イメージで作っていくこともできるし、まあ僕らが今までやってきたようなアメリカのね、コンケーブ、リアがコンケーブしたようなホイールとか、まあ、クラシックのホイールとかもはめてちょっと低めのセットアップをしてもかっこいいと思うし、やっぱりアベンタドールって、ね、いろんなやり方があると思うんで、そのやり方によってすごく変わってくるかなとイメージも思います。だと思ったんですけど、うん、アドペルソナムとかこう結構いろいろできるじゃないですか、うん、だからもちろんその仕上がったものに対してのカスタマイズもいいんですけど、はい、以前ご紹介させていただいたコンチ GT の緑のやつだったり、うんうんうん、あと SVJ の緑のやつだったり、ああいう感じでもう車をそのオーダーする時点でなんかもうカスタマイズもし考えてるんであれば、はい、ご相談いただけると、はい、それと合わせたなんかこう、そうね、そうね、まとまりのあるのができるのかと思いますので、はい、ぜひこういうスペシャルな車でもご相談いただければ、はい、いろいろご提案できますのでお気軽に相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。